SAS2、SAS-2 は、アメリカ航空宇宙局のガンマ線望遠鏡である。1972年11月15日に近点 443km、遠点 632km の地球軌道に打ち上げられ、1973年6月8日に観測を終えた。SAS-2 は、ケニア湾岸のサンマルコプラットフォームより、ほぼ赤道軌道に打ち上げられた。 宇宙船の形状は、直径約 59cm、高さ 135cm の円筒である。4つの太陽電池パネルが6アンペア、地のニッケルカドミウム蓄電池を充電し、宇宙船と望遠鏡に電力を供給する。宇宙船は、スピンにより安定を保ち、磁力のトルクによって、どの方向にも一度以内に軸を制御することができた。 観測機器の軸もこれと同期しており、望遠鏡によってプラスマイナス30度の開口部を前転のどの方角にも向けることができた。通常のスピン速度は1、12rpm である。データは 1000bps で取得され、機体上のテープレコーダーに記録されるとともに、リアルタイムに伝送された。記録されたデータは1周ごとに送信された。これにはおよそ5分を要した。 望遠鏡による観測は1972年11月20日に始まり11月27日に宇宙船は完全な運用状態となった。低電圧の電力供給は1973年6月8日に終わり、これ以降は科学的に意味のあるデータは得られなかった。SAS-2 は30万年前に爆発した。 超新星の名残だと考えられているパルサーのゲミンガを初めて発見した。The content of this article was adapted and expanded from NASA, S National Space Science Data Center SAS. burl="http://nssdc.gsfc.nasha.gov="nmc="spacecrftdixplaywa.doid="1972 コ、は、ロンススララッッシシュュから 091a". ありがとうございます。